大地球は死にたくなかったんでしょ。カラキちゃんが売られてしまったことは確かに大地球のせいかもしれない。ただ今生きてるのは君なんだから、君がカラキちゃんの分までちゃんと価値ある人生を送れるようにカラキちゃんを背負っていこうよな。僕はもともと生きていても仕方がない人間なんだから。いや、君の能力次第じゃない？どういう能力を持ってるのかわかんないけどさ。おい、マンクロナイサー、俺は絶対死なないさ。元の世界に帰るためにはこの理不尽な爽快を乗り越えていくしかないわ。先に進みましょう。オッケー。ちっ、エビス野郎に従うのは尺だけどよ、こうなったら最後まで勝ち残ってやるぜ。カジマさんは中盤までって予想なんだよな、私の中で。あんまね、これから君たちのことをさ、さらに深く知っていって、ね、失いたくない存在になってしまうかもしれないけれども、ちょっとね、今のうちに言っとく。多分カジマさんは最後まで生き残れない。で、ケイダちゃん、アカネちゃんは、まあまあまあ、終盤までは生き残るか、最後まで生き残るかだと思う。君はわかりません。君は1回目を乗り越えたからそこそこまで生き延びる気はするけど、わかんないね。ちょっとこれバイバイしてみたいんだけど、どうやるんだろう。ん？今まだ買えないっぽいね。じゃあ先に進みましょうか。なんだこれ。お、行き止まりか。いや、いかにもっと仕掛けがありそうだぜ。くぼみのついた機械が4つ並んでやがる。それぞれの機械には僕たちの名前が書かれてあるね。くぼみの大きさがちょうどデジタルウォレットと同じくらいかしら。みんな自分の名前が書かれた機械にウォレットをはめ込んでみましょう。はい、勝ち。何も起きないさ。おお、何も起きないどころかてめえらの価値が少し下がってねえか。なんでだ、なんでだ。ここでも私たちの行動は監視されているようね。これからは気をつけないと。ああ、間違った行動をすると価値が下がるよってことか。なるほどね。もう一度考え直してみよう。うん。なんだろう。ウォレットを開くと俺のチャートにだけホルダーの文字があるけど、どういう意味だ？あ、ホルダーか。つまり持ち主って意味だよね。なるほど。ホルダーって書いてあるチャートの人物がそのウォレットの持ち主って意味なんじゃないかな。なるほどな。このウォレットの持ち主は俺ってことか。相手のウォレットを確認することもできるかもしれないってことか。ウォレットを開くとみんなの価値チャートが表示されるわ。その中でも一番上のチャートには特徴がある。あー、なるほど。これはホルダーをぶつけるんだろうな。カジマさんの話も聞こう。なるほど、このウォレットのことが少し分かってきたぜ。画面の左上に表示されているチャートはウォレットを開けば選んで切り替えることができる。でもよ、誰かと喋っているときは勝手に会話相手のチャートに切り替わるみたいなんだ。本当だ、カジマさんが喋っているときはカジマさんのチャートが表示されてるよ。そうだよね。いや、結構細かいなと思ってたわ。目の前にいる相手の価値が一目で分かるシステムってわけだな。はんはんはん。で、これだ。一番上のチャートには特徴があるを、ごめん、スルーしちゃった。ホルダーの文字があると。これだね。あれ？これが出ないと使えないのか。OK。はい。助言！そう。ホルダーの文字が表示されているのは、デジタルウォレットの持ち主だけ。つまり、ここにあるウォレットはすべて、持ち主一人一人に関連付けられているということよ。なるほど。でも、それならどうして、機械にセットしても反応しなかったんだろう。僕たちは確かに自分の名前が書かれた機械に自分のウォレットをセットしたはずだよね。ええ、もしかすると表示するチャートを間違えていたのかもしれない。ああ、なるほど。ウォレットを機械にセットした時どのチャートを表示していたか覚えてる？この会話相手のチャート。このウォレットは誰かと会話をすると勝手にチャートが切り替わってしまうみたいなんだ。だからさっきは直前に会話をした相手のチャートが表示されていたはずだよ。つまりあの時私たちのウォレットには自分自身のチャートが表示されていなかった。そうか、みんな自分自身のチャートを選択した状態で機械にデジタルウォレットをセットすれば。
試してみる価値はありそうね。なるほど。よっしゃ、俺は自分のチャートを選んだぜ。俺も準備バッチリさ。エビハラ君、あなたもウォレットを開いて自分自身のチャートをタッチで選択してみて。もう一度言うわ、ウォレットを開いてチャートを選択するのよ。わかった。これね。はい、カチッと、これで OK。 で、次の扉が開くと、あー、いいねいいね、やったの大地、これで前に進めるぜ。いや、大地球にちょっと鹿島くんなんか慣れ親しんでくれてる感あるね。いいね。本当は逃げ出したい気持ちだけどね。価値ある人生が待ってるさー。あー、じゃあ行こうか。うわー、いつの間にか俺の価値がピンチさー。これ以上は下がらないようにしないとな。今の操作でデジタルウォレットにセキュリティロックがかけられたみたい。セキュリティロック、要するに持ち主本人でないとウォレットを操作することはできないってことよ。あ、なるほど。あ、じゃあまあ覗くこともできないのかな、操作することができない、うん、勝手に本人のウォレットをいじくることはできなくなってしまったということね。はいはいはい。見たか、俺たちには価値があるって証明してやったぜ。あー、なるほど。カジマさん、かわいいな。先進もっか。カジマさんのサングラスの下が気になるね。見たいね。また行き止まりね。特に仕掛けらしいものは見当たらねえな。今度は何をさせる気だ？お、アナウンスがありますね。おっほ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 っ。ちょっとしたレクリエーションですよ。何ですか？皆様の投資家としてのセンスを試させていただきます。出やがったな、エビス野郎。なんで俺たちが投資家にならなきゃいけないのさ。え、多分ね、そうだよね、この1億円あら、あ、ぱぱぱぱ、この1億円を与えられた意味ってさ、この自分たちもあのトレーダーとしてこう売買するってことなんじゃないのかな。保有量とかあるもんね。そういうことじゃない？ 1 ライフ、この74万円とかで買えるってことなんじゃないの？あなたの目的は、私たちの価値を上げることじゃなかったの？金を稼ぐ能力。それも皆様の価値を高める大事な要素なのですよ。ウォレットを開いてみてください。新たに売買ツールが追加されました。これを使えば他人の命を指一本で売買することができるのです。あー、出た。あー、できたね。なるほど。あー、今のうちに買っとく必要があるんじゃないかな。私はね、金城満さんが能力に目覚めた時に一気に価値が上がると信じて、ちょっと結構買っときたい。40個ぐらい。これ投資しすぎかな。一応セーブしとく、怖いもんね。とりあえずね、金城さんのやつ買っときました。このボタンは何？0から999まで数量を選択できるみたいだけど。人間の命は一つだけではありません。一人につき1万ライフ存在しています。だいぶあるね。あなたの価値は現在174万円。1ライフにつき174万円ということです。俺たちの命が全部で1万ライフって、まるでテレビゲームみたいさ。さあ、試しに誰かの命を好きなだけ買ってみてください。ただし、買う人間はちゃんと選んだ方がいいですよ。暴落したら払った金も道連れですからね。それでは、また後ほどお会いしましょう。誰かの命を購入してから次の部屋にお進みください。あー、もうちょっと買っとく。誰かの、これだいぶやばいかも。これめちゃめちゃ間違いかもしれん。さあ、話してみようか。ウォレットを開くと選択している人物の命を売買できるみたいね。1の桁から100の桁までプラスボタンとマイナスボタンで数量を選択できるわ。数量を選択したら購入ボタンを押すのよ。自分自身の命は買えないから注意しなさい。突然すぎて意味がわからないよ。誰の命を買えばいいんだろう。あなたにとって価値があると思う人物を買えばいいわ。そうね、例えば私の命を買ってみたら。え
ポジショントークってやつよ。あなたの不安につけ込んだの。私の命を買っておけば大丈夫、そう言ってもらえると安心するでしょ。言葉一つで価値は動く。人に流されず自分の意思で決めなさい。 OK。 ミツルさんは誰の命を買うか決めた？俺は3人の命を均等に買うつもりさ。そうすれば誰か1人の価値が下がっても損失を最小限に抑えられるだろう。確かにその方法なら金を極力減らさないで済むね。でも逆に言えば金を大きく増やすこともできないけど。金なんか増やさなくていいのさ。もし負けたら売られて死ぬんだぜ。いや、総資産とかも含まれてくるんじゃないの、これから。他の人が勝手に暴落してくれるのを待つのが一番の必勝法さ。最低。なるほどね。誰かの命を買えってか。これから価値が上がると思うやつの命を買えばいいんだよな。安く買って高く売る。そう考えると今はミツルが安いけど、あいつ頭悪そうだからそのうち大暴落して価値がゼロになる可能性も。まあそれはそうね。ただ安いからこそそこまで損失は大きくないよね。一応逆に大地の価値は高すぎて大量に買うのが怖いし。あーちしょー、考えててもわからねえぞ。カジマさんは1億円のうちどれくらい買うつもりなの？あ、そんなの決まってるだろ。1億円全部使って1人を狙い買いだ。ああ、とんでもないことしようとしてる。うっそ、その人が大暴落したら大損するよ。逆にそいつの価値が上がったら大儲け。俺の一人勝ちだぜ。ああ、ギャンブラーですね。なるほどね。はいはいはい。ミツルさんと、ミツルさんはコツコツ型、カジマさんは、一発屋。一発屋って言ったらなんか芸人みたいだな。そういうことかな。いやまあ一応もう買ってはいるので、私はこのミツルさんに期待をして買っているので、まあそれで進んでいこうかなと思います。ちょっと一回休憩しますね。はい、じゃあ人心売買デスゲーム、続きやっていきましょう。早速ね、もうみんなから話を聞いて、ちょっと売買とかもしてみたんで進むところですね。ついに人の命を買ってしまった。こんな簡単に。あ、確かに私結構なんか飲み込み早くて、もう早速じゃあミツルさん多分高騰するっしょとか言ってもうホイホイ買っちゃったけど、私結構冷徹。まさかそんな人の感情に対してこんなに寄り添えるひなぴよが、そんな冷たい女なわけないじゃない。いや、まあ受け入れ体制がすごかったな。なんか人身売買デスゲームって言うから、あ、自分たちも人身売買してトレードしてお金稼ぐのね、なるほどみたいな感じですごい受け入れちゃったわ。悩んでても仕方がない。とにかく今は先に進むしかないんだ。行こう。あ、俺ポップアップさん、ごめんなさい、ちょっと今はやめてください、まだ序盤なんです。あ、すごいな、一部屋一部屋行くたび行くたびエベスさんが現れてめちゃくちゃアナウンスしてくれる。丁寧だな。皆様、もう誰かの命を購入しましたね。それでは結果発表といきましょう。結果発表ってなんだよ。この中の誰かが暴落するとでも言うのか。ええ、実は私、投資家にとって好材料になる事実と悪材料になる事実を一つずつ知っています。今後の売買を公正に進めていくためにも、投資家の皆様には発表しなければなりません。あ、誰の価値が下がっても平気さ。俺は損をしない買い方をしてるからな。それでは発表します。まずこの中で好材料を持っている人物は、時枝ちゃんとかかな。あ、そうだよね、時枝あかねさんです。相変わらず無口ですね、クールですね。でも内心ガッツポーズじゃないですか。なんせ彼女は一人で数十億円という金を動かす女子高生プロトレーダーなのです。あ、すごいね。その話を聞いて今ちょっと買ってきたんで。これでね、急上昇するかな、どうかな。つまり最初から投資ゲームなんて朝飯前、皆様の中で最も有利な立場にある人物なのですよ。マジかよ、時計だ。カジマなんかよりずっと強敵っぽいぞ。お、これで価値が急上昇するんじゃない。す
すごい、時枝さんの価値がどんどん上がっていく。おめでとうございます。今回あかねさんの命を買った人は大儲けですね。よっしゃ、俺は全員の命を買ってるんだ。あかねの命ももちろん持ってるさ。あー、いいねいいね。やるじゃねえか。まさか時枝の価値があんなに上がるとは。他人に感心している場合じゃありませんよ。まだ悪材料が残っているのですから。それでは発表しましょう。今回悪材料を持っている人物は、あ、海老原太一くんです。これ梶間さん太一くんに全部っぱしてる説ない？僕、まあ、いじめられていたからね。海老原くんが私に命を拾われた場所、それは学校の外階段です。うん、そうね、あの身を投げようとしていたっていうのは確かに悪材料かもしれない。なんと海老原くんはそこから飛び降りました。彼は自殺しようとしていたのです。マジかよ太一、自殺なんてしたら親が悲しむさ。本当なの？うん、価値暴落するだろうなこれ。あー、一気に下がるね。つまり彼に投資をしたところでいつ自分の命を絶とうとするかわかりません。死んだ人間の価値はゼロ。投資家の皆様、もうお分かりですね。ごめんみんな、太一の価値が肩下がりさ。おいおいおい、俺太一の命を全額買ってやったんだぞ。あー貧乏、どうしてくれんだよ。俺の金もどんどん減ってるじゃねえか。あー、うん、株のね、才能がないっていうことですわ。僕はまあまあ安心してください。これは紹介ではありませんから。価値がどれだけ下がっても売られることはありませんよ。海老原くんのせいで大損してしまった梶間くんは残念ですけどね。ちくしょう。それに追い詰められたものほど強いのです。海老原くん、次の総会に期待していますよ。さあ気を取り直して第1回総へと進みましょう。第1回総からは、別ブロックの予選を勝ち抜いた4人の能力者も加わります。あ、なるほどね。これで予選通過者が来たら8人になるので、その中からまた4回の総会をくぐり抜ければってことか。ん、何人生き残るかね。彼らの準備が整うまでしばらくお待ちください。あー、そっか、まだでも売り時ではないんじゃない？いや、すげえな。あー、どうだ、あかねちゃんのやつまだ売らなくていいと思うんだよな。もうちょっと上がりそうだと思う。でも適宜売買してった方がお金は増えるのかもね。梶間さんの価値が上がることをこれから考えて、今暴落してるので梶間さんを何個か買っときました。時枝ちゃんをちょっと売って梶間さんを何個か買っときましたって感じかな。俺とあかねの価値は上がったけど太一と梶間の価値は下がったから、ん？これって得したのか損したのか頭の中で計算してもよくわからないさ。そういえばウォレットの画面右上に総資産、違う、これ総資産じゃないんだ、純資産か、純資産っていう金額が表示されてたよね。そういえばそんな数字があったような、なかったような。純資産は所持金と持っている命の値段を全部合計した金額みたいなんだ。純資産が増えていれば利益が、減っていれば損失が出てるってことなんだよ。なるほどな。いろんな人の命を買っていても純資産を見れば合計金額が一目瞭然さ。自分が得してるのか損してるのかわからないと不安だもんね。うん、一応得はしていますね。そんな俺たちと違ってアカネは冷静だよな。さすが女子高生プロトレーダー、一体どれだけ稼いでるんだ。時枝さん、さっきからずっとデジタルウォレットを見てる。一体何をしてるんだろう。まあ本当に、あの一番下がる時と上がる時で、あのちゃんとね、一番安い時に買って、
一番その中でも高い時に売るっていうねのが一番いいと思うから、やっぱりこういうのって間違いなのかな。ちくしょう、俺の金が。ごめん。お前の命を買うことを決めたのは俺自身だ。お前が責任を感じる必要はねえさ。ああ、カジマさん、私好き、カジマさん。あ、これで、大地君を責めるようだったら、他のいじめっ子たちとそう変わりないけど、もうね、自分の行動にちゃんと自分の責任を持っているところ、めちゃくちゃいいですね。株が爆上がりです。あなたの価値は下がってしまったかもしれませんが。ありがとう。それに、一番悪いのはエビス野郎だからな。あんな奴の言葉に惑わされずに、お前はお前のやり方で価値を上げろ。これ以上俺に損させんじゃねえぞ。あはははいい人、すこ。自殺なんて馬鹿げているわ。自殺ってどんな気持ち？それであなたは満足した？時枝さんには関係ないよ。これは僕の問題だから。僕は鹿島さんに損をさせて唐木さんを死なせてしまった。僕は生きている価値のない人間なんだ。僕なんて死んだ方がみんなのためなんだよ。そんなこと言うな、そんなこと言うなよ。今生きている価値が本当にあるかないかっていうのは私は判断できんけど、太一くんが自分に価値を見出せるように自分のねやりたいことが見つけられないかもしれないけど、ちょっといろんなものを調べてさ、あーこれちょっとやってみたいなと思うものがあればそれに打ち込んでみるとかさ、なんかできることを増やしていけば自分にちょっとずつ自信つくと思うんだよね。綺麗事かもしれないけどね。本当にそう思っているの？え、あなたはただ嫌なことから逃げているだけよ。少なくとも私にはそう見えるわ。そんなこと。もし本当にみんなのためを思うなら、あなたは這いつくばってでも行きなさい。これ以上カジマさんに損をさせないためにも、死んだ唐木さんのためにも、あなたは生きるの。人の気持ちも知らないで勝手なこと言わないでよ。ええ、私は自殺志願者の気持ちなんてわからない。知りたくもないわ。なんだよそれ。あー、喧嘩しちゃった。お待たせいたしました。準備が整いましたので第一階層に進みましょう。皆様の価値は金を稼ぐが。なんて、エビさん、ちょっとバグった？モニターちょっと壊れてるみたいだから叩くね。バンバンバン。皆様の価値は金を稼げば稼ぐほど上がりますので、じゃん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 稼いでくださいね。わかりました、頑張ります。さあ行くけど、いちいちあれなんだね、行く前にみんなと話できるんだね。いいね。今のうちにアカネの命を買っておくさ。値段は高いけどきっとまだまだ価値が上がるさ。俺はもう他人の命を買う金はねえよ。てめえの挽回にかけてるぜ。ああ、挽回するしかねえぞ、太一くん。頑張るぞ。僕たちが暗く長い階段を登り終えると、目を開けていられないほど強烈な光が差し込んできた。太陽？え？砂漠？めちゃめちゃアラビアンな BGM 流れてるけど。こんなんモニター熱で壊れちゃうんじゃないの？大丈夫か？エンジョイ。ここは南国のリゾート、ご存知エビスビーチです。いや、存じ上げておりません。存じません、そんなこと。ご存じねえよ。てかどこがリゾートだ、どう見ても砂漠じゃねえか。海がどこにもないさ。失礼な、海くらいありますとも。何百キロか先には多分。地震だ、下げかよ。あ、はいはい、海なんてありませんよ、砂漠ですよここは。ちっ、せっかく人が親切に皆様の暗い気分を盛り上げてあげようと思ったのに。エベさんが拗ねた。そんな顔で拗ねられてもね、可愛くはないから。茶番はいいから、
さっさと総会を始めましょう。そう慌てなさんな。次の総会が開催されるのは明日の朝。それまで皆様にはこの灼熱の砂漠でサバイバルをしていただきます。サバイバルって、なんで俺たちがそんなことしなきゃなんねんだよ。生きる力というのは生命の根源的な価値でしょ。価値ある皆様なら余裕でクリアできるはずです。無理だよ。こんなところにいたら総会の前に死んでしまう。ここで死ぬならあなたはその程度の価値しかないということですよ。それにむしろこれはチャンスではありませんか。皆様には猶予期間が与えられたのです。今のうちに金を稼ぎまくって次の総会を有利にする絶好の機会でしょう。金を稼げば価値が上がる。また他人の命を売買しろってことね。はい、その通りでございます。まあ金を稼ぐ方法はそれだけではありませんが。それでは皆様、楽しいリゾートライフをお過ごしください。グッドラック。なんかな、すごい日本の神様みたいな顔をしてるのにさ、意外とさ、あのエンジョイとかグッドラックとかさ、横文字使うよね。何がグッドラックだよ、金儲けどころじゃねえってな。あーちー、こりゃ気温50度は超えてるさ。カジマの能力もここじゃ役立たずだな。いや、そんなことないと思うけどな。砂漠って日中と夜だとだいぶ気温差激しくて、夜めっちゃ寒くなるみたいな話じゃなかったっけか。うっせえ。どうせ死ぬとしても干からびてのたれ死ぬのは嫌だな。何か楽に死ねる方法があればいいんだけど。いい死に方探すんじゃないよ。とりあえず誰かと話をしてみよう。気になる発言に適切なことの葉をぶつけるとご自身の発言レベルも高めることができますと。発言レベルは価値の上昇に直結しますので、次の総会に備えて高めておくことをお勧めします。またゲームクリアに必須ではありませんが、たくさん金を稼ぐことで価値をさらに高めたり、攻略に便利なアイテムを購入することができます。金の稼ぎ方は投資が得意な彼女に聞いてみるといいでしょう。茜ちゃんね。それでは命がけの売買ゲームをお楽しみください。でここまでがチュートリアルって感じかな、きっとね。とりあえず周りの話を聞いてみようかなと思うけど。金は順調に稼いでいらっしゃいますか。ここでは特別な貴重品をお売りしています。商売繁盛、金持ってこーい。何これ、ウォレット拡張。ほう、金を稼ぐのに便利な拡張機能をデジタルウォレットに追加できる。10億、50億、100億、500億、やーすごーい。高すぎ、買えない。映像フィルム、お仲間が売却された時の映像が記録されています。購入すればいつでも回収できますよ。買うか、ボケナス。ボケナスって言っちゃった。うん、これしかないのかな。うん、で他の人にも話を聞いていこう。なんで俺たちがサバイバルなんかしなきゃならねえんだよ。暑くて汗がびしょびしょさ。まさかここで自殺しようだなんて考えてないでしょうね。そんなこと考えてないよ。そう、ならいいんだけど。ともかくこのままだと熱中症になりそうね。どこか日陰になりそうな場所を探してくるわ。あ、いなくなった。本当は図星だった。ここでどうすれば楽に死ねるかと考えていた。そうね、さっきまで考えてたね。やっぱり僕は彼女の言う通り、目の前の現実から逃げたいだけなのかもしれない。なあ、このゲームを通して太一くんが自分の人生に価値とか生きる気力をね、見出せることができたらいいなと思うよ。このね、最悪なゲームでもいい方向に運ぶんだったら、それはね、いいことですからね。二人は多分ここから動くことはないでしょうね。じゃあ岩場行ってみようか。俺ポップアップさん、岩場と同時にこんにちは。ああ、日陰あるね。ここにいれば直射日光は避けられそうね。もう暑くてヘトヘトだよ。ちょっとここで休ませてもらっていい？勝手にどうぞ。うん。無言の空気気まずいね。何？ずっとデジタルウォレットを触ってるけど、何してるの？エベスさんが言ってたでしょ？これから先はお金が重要になるって。だからこうやって
短期間に何度も何度も命の売買を繰り返して金を稼いでいるの。あなたもしっかり稼がないと明日の総会で負けるわよ。そう言われてもまだ金の稼ぎ方がよく分かってなくて。そんなことだろうと思ったわ。じゃあ少しだけアドバイスしてあげる。ちょっと今のうちにあかねちゃんのかなんか買っとくか。買えるかな。じゃあアドバイスお願いします。ありがとう時枝さん。私はプロだから短期トレードでも勝てるけど、初心者は足を使って情報収集する方が確実ね。情報収集？たくさんの人と会話をして、その内容から相手の価値が上がるか下がるかを予想するの。価値が上がると思ったら買い、下がると思ったら売る。予想が的中するとその差額が利益になるわ。なるほど。でも僕はまだ経験が少ないから誰かの価値を予想できる自信がないわ。それなら気になる発言に注目してみて。うん。気になる発言に反論すると相手の価値は下がり、助言すると相手の価値は上がる可能性が高いの。なるほどね。助言って相手にアドバイスしたり相手の知らないことを教えてあげるってことだよね。ええ、試しに私の発言に助言してみなさい。この砂漠でのサバイバルで私たちに求めているものは何だと思う？生きる力。ヘイ、助言。確かエベスさんは生きる力が生命の根源的な価値だって言ってたよね。過酷な環境を生き抜く者には価値がある。つまりサバイバルで生きる力を証明しろってことなのかな。うん、これで上がると。さすがエビハラ君、素晴らしい回答ね。あ、時枝さんの価値が上がってる。あなたが私に助言してくれたからよ。エビハラ君の言葉が投資家の心を動かしたの。助言できる発言と反論できる発言は文字の色が違うからすぐにわかるはずよ。相手の価値がどう動くのか見極めれば効率よく利益を出せるようになるわ。なるほど。そのために情報収集、相手の発言に対応できる知識を増やせってことだね。ありがとう時枝さん、僕なんかのためにいろいろ教えてくれて。いや、なんかっていうのやめえ太一君。感謝の気持ちがあるのなら生き残ってみせなさい。死にたがりの顔なんて見たくないの。あ、うん、そうだね。頑張ってみるよ。私は日陰でゆっくりと稼がせてもらうわ。でもあなたに休んでいる余裕はないんじゃない？明日の総会に備えてしっかり金を稼いでいきなさい。短期トレードって何？価値チャートの動きだけを見て短期間のうちに何度も何度も売買を繰り返す方法。私レベルのプロになると過去の傾向からそれぞれの動きやトレンドを予測できるようになるの。すごいね。いわゆるテクニカル分析ってやつね。これをマスターすれば会話も情報も必要ない、いくらでも稼ぎ続けることができるわ。あかねちゃんすげえな。いや、これは味方につけたいですな。仲良くなりたいでございます。あかねちゃんとは仲良くなってどんどん価値を上げていきたいでございますね。ただし損をするリスクも大きいからあまりおすすめはしないけどね。なるほどね。オッケー。じゃあ他の人にも話を聞くぞ。もう喉がカラカラさ、水を飲まないと死んでしまうさ。どこかにオアシスでもあるといいんだけど。オアシスね、そう都合よくオアシスが見つかるとは思えないさ。とにかくここに立っていても仕方ないな。俺は水を探しに行ってみるさ。オッケー。サボテン地帯。なるほど。こんな砂漠じゃ特別な能力を持ってても使い物にならねえよ。こんな暑い時に火なんて出せるかっつうの。そうだね。問題はどうやって砂漠を生き抜くかだな。ちょっと歩きながら考えてみるわ。死の谷。ちょっと梶間さん、死の谷行ったの？死ぬんじゃない？大丈夫？サボテン地帯か。行ってみようか。お、あ、なんだ、誰か知らない人がいる。誰だ？これが別ブロックで生き残ってきた人たちかな。お、小西小春。またピンク色だけど、おどおどしてそうな感じで、なんか、すごい肩こり辛そうだね。そんなに肩上げてたら多分肩の筋肉めちゃめちゃ張っちゃって大変なことになると思うんだけど、マッサージしてあげたいな。
女の子。ミツルさん、この子は？俺が水を探してうろうろし、俺が水を探してうろうろしてたら、サボテンの後ろに隠れている女の子を見つけたさ。名前は小春ちゃんっていうらしいさ。小西小春って言います。よろしくお願いします。あーん、小西小春ちゃん。小西って猫西って書くんだね。かわいいね。そういえば、別ブロックの能力者が合流するってエベスさんが言ってたな。小春ちゃんはこう見えても大学生らしいさ。なんでも12歳で名門は、バーバードに入学したとか、めっちゃ頭いいんだ。なるほどね。はい。今は14歳です。MBA 習得のためにビジネスの勉強をしています。MBA？ははは、難しいことはよくわかんないさ。とにかく小春ちゃんはすごく頭がいいさ。何かあったら助けてもらうといいさ。いやいや逆でしょ。普通は年上が年下を助けてあげないと。俺にそんな解消があると思うか？そんなことを堂々と宣言されても。大丈夫です。小春は皆さんの力になりたいです。困ったことがあったら何でも言ってください。小春ちゃんの方がよっぽど大人だな。それに小春には少し先の未来がわかる予知能力があります。あ、これ株上がりそうじゃん。でももう買えねえんだな今。253万。なるほど、だいぶだな。きっと皆さんのお役に立てると思います。予知能力？はい、少しお見せしましょうか。わかりました。もうすぐ中央区域で砂嵐が起きます。しばらくは近づかない方がよろしいかと。砂嵐？今のところ風も吹いてないのに本当かな。小春の予知は絶対です。信じる者は救われます。いや、予知能力が本当なんだったらさ、めちゃくちゃ強いよね。いや、こんな200何十何万とかの価値で終わるような人じゃないと思うんだけど、もうちょっと上がっていきそう。予知能力はだって多分みんな欲しいでしょ、力としては。で、小春ちゃんがそこにいてと。砂漠では水が何より大事さ。まずは水分補給をしないとな。ミツルさん、水を見つけたの？大地はもっと頭を使わないとダメさ。周りを見てみるさ。こんなにも水分の塊が生えてるさ。はあ。サボテンって結構水分が中にあるんだったっけ？そうなの？全然知らないけど。サボテン、これかな？サボテンをぶつけるのかな？どうなんだ？ちょっと調べよっかな。あれ？今サボテン水量とかって感じで検索しようと思ったら間違ってさ、飲めるのやつを検索しちゃってさ、かけたんだけど、サボテンの果肉内の水分はとても酸性度が高く、多くのサボテンは有毒なアルカロイドを含んでいます。その水分は光合成、サボテンを含む多くの多肉植物の光合成の方法、つまりは二酸化炭素と水が炭水化物に変化する過程のために酸性になるのですって書いてあって、サボテンを生で食べると死ぬという話みたいなのが出てきたんですけど、みつるさん死ぬ？あ、まずいですね、これね。水量で調べても、水別にやらなくてもいいよ、月1くらいで十分よみたいなやつしか出てこないわ。飲めるとはやっぱり出てこないですね。水分の塊生えてるけどこれはまずいですね。助言。水分の塊ってもしかしてサボテンのこと？その通り。サボテンから水分補給をすれば生きるために十分な水分を補えるはずさ。なるほど、それはいい考えかもしれないね。でもサボテンにはトゲもあるし、食べられる状態にするのは一苦労かも。時間はたっぷりあるから、俺はなんとか頑張ってみようかな。ついでに僕の分も用意してくれたりは。人生そんなに甘くないさ。俺は自分と小春ちゃんの分しか用意しないさ。小春ちゃんの分は用意するんだ。いや、小春ちゃんこれやばくない？でもあれか、予知能力があればお腹痛くなるの防げるよな、多分な。
これを食べたら危険だってわかるんじゃないかな。だよね。まだ他の場所も調べたいし、ここで体力を消耗するわけにはいかないな。サボテンは諦めて他を探してみるよ。そうか、あんまり無理すんなよ。ちょっと一回セーブ。で、小春ちゃんとは？あ、砂嵐ね。はい。これ今言ったら砂嵐がじゃあ、起きてるのかな？あー、すごい！すごい砂嵐だ。さっきまであんなに晴れてたのに、小春ちゃんの予知が的中したな。ここは一旦戻って砂嵐が止むのを待とう。こっちは大丈夫なんだね。小春の予知能力は信じていただけましたか？うん。未来のことがわかるなんて、すごい能力だね。この能力があれば、爽快を勝ち抜くのも簡単じゃない？そんなことはありません。未来が分かったところで、どうすることもできないこともありますから。まあ、そうね。運命は変えられないのかもしれないよね。ただ、その運命をこじ開けていく男がここにいるかもしれないよ。もしかしたらね。知らんけど。確かに、砂嵐の発生を予知できても止められるわけじゃないもんね。でも、未来が分かるってことは、もしかして僕たちの価値の動きも分かるんじゃ。はい。皆さんの価値がこれからどう動くかは手に取るように分かります。つまり小春は命を売買することで確実にお金を稼ぎ続けられるのです。おー、価値上がるね。すごい。そこで太一さんに提案があります。小春に投資をしてみませんか？小春ちゃんに投資？はい、太一さんのお金を小春の予知能力で増やすんです。うさんくさい。まあ最初の方はちゃんとやってくれるパターンかもしれないけど、なんか後からもう大金を取れるようになってきて、大金を投資し始めたあたりから残念だったねみたいな。いや、どうだろうな、小春ちゃんに限ってそんなことは。でも人間には裏があると思ってた方がいいよね。だってこの人身売買デスゲームに参加しているということは、こんなバーバード大学から出てる子がこんな風に売りに出されるわけがないのよ、多分。だとしたらなんで茜ちゃん売りに出されてんのって話なんだけど。小春に1億円を預けていただければ、総会のたびに3000万ずつ配当金をお渡しします。もちろん最後の総会が始まる前には預かっていたお金も全てお返しします。なるほど、利率 30% の投資信託ってわけだ。でもどうして僕なんかを誘ってくれるの？小春ちゃん一人でも十分稼げるんじゃ。小春一人でできることなんて限られます。予知能力を最大限に生かすためには協力し合える仲間が必要なんです。もし小春のことを信じてくれるなら、協力して総会を最後まで勝ち抜きましょう。小春ちゃんの提案は分かったよ。ちょっと考えさせてもらえるかな？はい、よろしくお願いします。もしその気になったら声をかけてください。なるほど。ただね、多分1億円も預けられるお金がないですね。時枝ちゃんのやつ売ればって感じだけど、それでもちょっと足りないから、まあちょっと様子見かな。ちょっと様子見をしよう。ほい。で、砂嵐が止みました。まだ行ってないのは死の谷だね。